こえぼんラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。11月6日土曜日のおぬゆりの映画の話をしましょうよのお時間です。なんと3週連続でお時間を作っていただいて、俳優の安楽雅史さんと小谷圭さんに来ていただいております。すいません、もう3週間もね、3週連続で。なんかあんちゃんは撮影の後駆けつけてくれたって。もうね、もうダッシュです本当にありがとうございます。お疲れ様です。疲れてると思うから、今日はK-1 にね、たくさん話を疲れてないの。はい、あ、じゃあ2人にしっかりたくさん映画の話をしていただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。ミラーライユフィルムスプラス の短編映画プロジェクトも無事終わって、うん、あれってでもさ、いろんな各地回るんだっけ。うん、なんか未定の部分も多いけど回る予定ではあるみたいな。その、短編映画制作プロジェクト、今回はアプリリンク吉祥寺で公開されていた映画笑いのリズムで、お二人の、出演されている、小谷圭さんは主演で出演されていて、安楽さんは出演だけじゃなくプロデュース関連もされていて、とっても私自身が笑顔にさせてもらった素敵な映画なので、また今日もたっぷりお話を聞ければいいなと思っております。はい、お願いします。お願いします。楽しかった？映画撮影もだし、ラジオの話はあれだけど、うん、舞台挨拶とか、うん、まあでもやっぱ楽しかったよ。去年の夏なんか思い出ありますかって言われたら、うん、出てくるような一日だったかなとは思う。いいね。あ、そっか、うん、そっか、一日で撮ってるんだもんね。そう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 。ね、K1 も、はい、今大丈夫？大丈夫でしょう。K1 も、うん、この作品で主演を務められてて、しかも最近はほら、はい、音楽2週にごめん2週にわたって音楽の話も紹介したんだけど、音楽の話も聞きたいなと思ってて。あ、本当ですか、うんうん、ありがとうございます。これは、先月10月13日から YouTube で視聴可能になったミュージックビデオ、あの頃と今、ディーブラックのスタッフさんの、うん、はい、1週間前ぐらいなんですけど、初めてやってて、うん、で、なんていうんですかね、もともと音楽やりたいってどっかで思ってて、うんうん、なんかその死ぬまでに1曲じゃないですけど、うん、ってのを思っててぼんやり、うん、で、7年前実は1回ちょっとライブしてて、その D ブラックとしてて、で、下北沢のライブハウスでちょっとやって、うん、でその曲をリリースするとかじゃなかったんですけど、曲を作ってライブするってだけでもう終わってしまって、そこからもう7年後ぐらい経って、でまたたまたま久しぶりに連絡取り合う機会があって、じゃあやろうかってなって、まあ、作ったみたいな感じなんですよね、初めて。やっぱりこれが初です。あ、7年前だったら結構じゃあ音楽やりたいなっていう期間も長いんね、うん、でそこからなんていうんですかね、まあ、20代前半だったっていうこともあって、うんうん、そのお芝居にもわーってなってたんで、あ、本当にぼんやり思ってただけって感じだったんですよね、うん、その時は、うんうん、でこのタイミングで、まあ、コロナ禍っていうこともあって、うんうんうん、せっかくだからこういう時に何か新しいことやってみようじゃないですけど、踏み出したって感じなんですよね、うん、これからなんかライブ活動とかもされる予定なのなんかライブとかはあんまり考えてないですけど、うん、やっぱり制作はやっていきたいなとは思ってます、うん、音楽制作も、はい、いいね、いいですね、はい、撮影してるのがさ、はい、あれはみんなが知ってるその共通の知り合いの遠藤雄太郎っていう人なんですよね今は。雄太郎さんのことはピヨピヨと呼ばせてもらっててピヨピヨ、ちょっと待ってね、
どっからピヨピヨ来たの？ピヨ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 すごいあの人もセンスの塊ですよね。3人とも本当にセンスの塊かなと思うけど。そうだね。なんか、うん、若い頃っていうかその7年前とかはあまり交わらなかったけど最近になって交わり始めたから、うんうんうん、面白いね。面白いですね。めちゃくちゃ、ね。でなんか去年撮ったお二人が撮った映画をきっかけにこうして、うん、K-1 ともなんかつながれてすごい嬉しいなと。やっぱり続けてるとね、うん、なんか続けてるとさ、うん、撮影とかでもさなんか自分の向いてるところ向いてないところとかもさ分かり始めたりとかさこういうことは自分ではできることなんだなとか、うん、ああいうことはあまり向いてないのかなとか思ったりするけどやっぱりお二人もそういうふうにこうなんか気づきみたいなのってあった？もう芝居上でってこと？それともなんか芝居だけじゃなくてジャンル？ほらあんちゃんはさ今もうカメラとかも始めてさ、うん、あうんなんかやっぱ時代じゃないけど、うんうん、なんか生き方としてその好きなことをやって時間を埋めるっていう方の方が重要視されてきたかな。売れるっていうことを重視するよりかは本当に、うん、そういうその中で得意なものを見つけてやっていくっていうのでカメラとか、うんまあ、お芝居も、まあ、好きな充実感得られるうちの一つだからやるっていう感覚だと思う。うん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 。K-1 もさっきお話聞いてやっぱりそうなのかなと思う。あんちゃんがカメラを始められたようにもうまた音楽を始められて。うん。そうですね。まああんちゃんさんも今言ってくれたけど、やっぱりまあ若い頃からずっとやってきて。楽しくないとやっぱり何も続かないなって思って、ね、我慢するだけの時間になっちゃう、うんうんうん、っていうか元気がなくなっちゃっていったんですよね、うんうん、なんかその、まあ、メンタルというか心の持ちようというか、うんうん、ただただ毎日なんかタフに頑張って頑張ってってやってって疲労したんですよ。ちょっと疲れちゃったなってなって、うんうん、楽しくないともう何にも多分続かないと思って楽しいことをやるようにしようっていうか積極的に、うんうんで、あんちゃんさんもやっぱり楽しそうなことをやっぱやってるし、まあもう、うんうんうん、で、多分どん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 これからもやっていくだろうし、うん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 、なんかその、それを見てて、なんか楽しそうだなって思ったんですよ、そのあんちゃんさん見て、そうだし、まあ他の、それでやっぱり一緒にやりたいなと思って、それで、うん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 、で、なんか言ってたんですよ、あんちゃんさんなんか楽しいことやりたいです、やりたいですみたいなことを言ってて、うんうんうん、で、あんちゃんさん誘ってくれて、はい、サロンね、うん、はい映画サロンみたいなやろうよみたいな言ってくれて、うんうんうん、でそこで作ろうよせっかく入ったんだったらみたいにまた声かけてくれて、うん、っていうことだったんですよね。わすごい。でそしたらそれを見てくれて、うん、ミリピソのラジオにまた出て久しぶりにこうやって一緒になったっていういやもう本当に今日来てくれたの本当にありがとうありがとうございますもう私のあれは本当に どうでもいい細道なんだけれども細道ってのお二人のこのやりたい大きな道からちょっとずれる横道みたいなものなんだけど、でもすごい、 いやなんかいい話聞けてすごい嬉しい。なんか役者をさ一緒に学んでた時はやっぱりなんだろう、みんなで飲み会があるような場所があったからみんなすごいお芝居の話を熱く語るような場があったけど、なんか個人で動くようになったらそういう場所ってあまりなくなっていたっていうか、うん、仲間じゃないとしにくくなったりとかするけど、こんな風にラジオで話ができるとは思ってなかったからすごい嬉しい。あでも分かる分かる、その一人で走ってる感覚っていうのはずっとあったかなああ、ね、うん、こうやってマジそのまあコロナ禍っていうのもあるし、その前からずっと周りみんな辞めてっからさ、ああ そうその感覚あったよね。だからこう交われたら本当ありがたいと思う。嬉しい。楽しいことだったんだなってちょっと思って
なんか楽しい、あの時代が、うん、うん、あとなんか一人で頑張るのって楽しいのかどうか分かんなくなっちゃうっていうか、今 K1 が言ってたように、うん、だけどこうやって話すとなんかいろんなことがすごい楽しいなって改めて思う。そうよ、ユリプソなんてさ、もう世界のことをさ、よりなんかいろいろ知ってるんだからさ、え、もうなんか いっぱいもう英語も喋れるし、いろいろ世界を知ってんだから、うん、そんなも楽しいこと山ほどあるでしょ。なんかほとんど寝て一日終わっちゃうけど。おいおいおい。なんかね、もったいない、人生なんだろうって思う。なんかね。くれ、俺に英語力をくれよ、じゃあ。9.9 割ぐらい寝てる。すっごい。あとついでにすごい食べてるとかだけ。まあでもこういうホームがあるからさ、うん、ユリピソには。いやでもあれだよね、なんかいろんな映画の、うん、映画を見て一人で話すことが多いんだけど最近は、うんうんうん、その時にあの自分の なんていうの、気になる話題だったりとか映画を調べる上でどんどん出てくる、なんか北朝鮮と韓国の話だったりとか、はいはいはい、どういうものが物語が背景にあるのかなって調べたりとかして、それをラジオで言ったりはしてるけど、はい、それは一体何の役に立つんだろうってちょっと自分でも思う。ないよ、それで人の役とかじゃなくてね、その自分の欲を満たすためだし、うん、映画だから、まあ、うん、そうだよね、映画、うん、でもそういうなんか調べると出てくる話とか面白い。こうやってお二人にあの笑いのリズムの裏の話を聞くっていうのはやっぱりすごい映画が好きな人としては嬉しい、幸せなことだなと思う、うん、ぜひこれからも映画の話をあの一緒にしていってもらえればなと思います。じゃあもちろんそのぜひお願いします。聞いてる人が飽きてなければぜひこれからも、なんかね、ほら、あの、あんちゃんはまた、ミッドサマーの、ディレクターズカット版の話で、ちょっと、うん、持つ？え、だってあれ、もう見た？私まだ見た。いや、まだ見てないのよ。あれで、ちょっと、もし K-1 も興味あったら、ぜひ参戦してください。はい、2種類あるよね、あれね。そう、ディレクターズカットで、6週間ぐらい話した。いやケイちゃん結構さピースな映画好きそうじゃん、うん、あ、じゃあ無理だから、ちょっと無理、ミッドサマーあんま好きじゃなさそうだな。ミッドサマーね、私一人では手に負えなかったからあんちゃんに来てもらったのがきっかけなんですよ。今マイリスト、うん、マイリスト止まりですね、マイリストに入ってるんですけど、まだちょっとディレクターズカット、あんちゃん今度頑張って見るわ、見ようよ、うん、そうだね。ね、あのすいません、その時また助かります。K-1 もまたぜひ、はい、3人でピースな映画の話をしてもいいし、 K-1 持ち込みでも、ね、はい、K-1 の自主制作映画の話でももちろんいいので、はい、わかりました、またお邪魔させてください。来てください、本当にありがとうございます。こっちこそ、俳優の安楽正志さんと小谷圭さんに来ていただきました。3週間連続どうもありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。良い週末を過ごしください。また来週映画の話をしましょうね。アネルでした。バイバイ。